雷が鳴るというのにさ、今から私は高いところ高いところへ行ってんだけど、バカかな？よし。じゃ、とりあえずなんかやってんな。こっちの方さ、まだ他にも塔あったよね。確か、あっこは何の塔だ？ガーディアンのとこかな？ なんかその可能性は十分にあるような気がするんだけど。え、多分そうよね、あれ。え、違う？わからん。ちょっと一旦行ってみようか。あ、雨降ってきたね。あれはなんか集落だよね。集落はいいんだけど。あ、そっか、これか、ここか。集落じゃないんか。この上がれんかったとこやろ。ここでさ、雨宿りできるよね。あ、これ中から上がれるってこと？なんかその辺の穴開いてるとこからさ、なんだか、チュチュがいるような気が。これはどうやればいいんだ？助けてくれ。上がれねえぞ。これチュチュじゃない？間違えた。ねえ、これチュチュだよね。そう。もうすぐ多分雷が鳴り始めると思うけん。にゃあ、いけない。やっぱいけんよね、ここ。どうやって来るんやろ。すげえ晴れ間が見えとるような感じするのに、このあと雷鳴り始めるんか。やめていただきたいな。 あの崖の上のやつやったら多分さ、ガーディアンじゃないんじゃない？ね、動かん方がよかったかな。お、びっくりした、鳥か。あっこで雨宿りしてからの方がよかったんかな。そろそろ来るような予感が。あっこは一体何の塔だ？雷が鳴るというのにさ、今から私は高いところ高いところへ行ってんだけど、バカかな？ ほら、バカって高いところ好きって言うやろ？岩場しかないよね。この辺避けれるようなとこあるか？あの崖んとこどうなんやろ。お願い登れて。そこの隙間にとりあえず入れて。なんかどこかしらに引っかかったっぽーい。あー、雷鳴り出したよ。早く晴れてくれ。雷の次は一応晴れマークに。旅人。びっくりした。めっちゃなんか めっちゃなんか敵かと思ったよ。あの人感電せんかな。大丈夫かな。さあ早く晴れろ。早く晴れたら次この上やったよね。なんかしばらく晴れそうにないな。ん？あれ、なんか誰か、なんか動きよるよね。人？人じゃねえ、あれ。でもなんか馬に乗っとる感じではない。旅の人？ロバさん、あなたはもしかして旅の人？どちらへ行かれるのかしら。私はマリッタ馬宿を通って雪原の馬宿まで行くところです。マリッタ馬宿ってなんだ？雪原の馬宿、どっちも行ったことねえな。そうそう、旅に必要な食材は切れてませんか？なんならお売りしますよ。ちょっと見てみようか。
穀物ならお任せあれ。どうぞご覧ください。へえ、なんか2つの種類あるんやね、小麦。パン大丈夫？またこの階段のとこかで。ふんふん、雨止んだ。止んだわ、やったね。さあ、ということでこの上に向かっていくよ、私は。まだ微妙に降ってんな。天気雨か。まだ行けない。やんだやんだ。何微妙に降ってんだよ、行けねえじゃねえか。やめよ。微妙にじゃねえな、なんかこう見たらめっちゃ降りよるな。でもほら、晴れのマークになってんじゃん。超明るいしさ、ほら。やむ、やむぞ、これは。全然やむ気配ないやん。どういうこと？え、なに、大丈夫？いや、大丈夫。ん？やん？やんだ。いけい。ふう、やっと進めるわ。でもやんだけんってさ、やんだ瞬間にこんな上がっていけるわけないよね。絶対ツル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 なることない。ね。この辺で一旦休憩できるね。ちょっと待って、はい。そして、はい、次上に上がっていく。あのシーカーセンサーって塔にも設定できるんやったっけ。お、あったぞ塔。敵がいるな。ここにもやっぱり敵がいるんだな。なんかリザルフォスが2匹で戯れよるけど。え、ここ同じ場所じゃね。ん？帰ってきた私。え、私帰ってきたの？帰ってきましたよね。ただいま。え、あんだけの時間をかけて帰ってきたの？え、信じられねえ。私が目指しよった場所はあそこじゃなかったっけ？え？え、ぐるっ。ほら、あっちやろ。なんでこっちにいるんだ、私。怖い怖い、謎謎。え、超怖いんですけど。何やってんの？だってほら、あっこがさ、私が、あれ、集落とか言った場所やん。なんでこっち戻ってきたん？ぐるっと回って方向がわからなくなったってことかな。へえ、もうなんか超無駄なことしとるやん。しかもまた私、雨降りそうなんやけど。また雨降りそうなんですけど、やめて。とりあえずちょっとたどり着かせて。あ、雨降らんか。曇りか、ただの。曇りならまあ全然大丈夫やね。オッケーオッケー。ほら、ここの狐もさっき見たよ。同じ場所にいるじゃん。え、なんか下に。あれはなんだい？モリブリン。モリブリンの集落や。ちょ、やっつけに行こうかな。私が降り立ったよ。てい。お、一発ですか。イエーイ。いやー、投げてこないで。はっ。だから投げてこないでってば。あの辺のちょっと爆発させてみたりとかして、なんか超石投げてくるんですけど。はっ。こいつ弓矢持っとる。おう、なんだ、すげえダメージだぞ結構。へいへい、ガーディアンランスプラスが壊れた。壊れた。ということで次はちょっとモリブリンバットとか使おうかな。いや、ガーディアンアクスでいいや。ちょやめてよそういうの。はい、へいへい。うお、すげえ。いや、すげえパワーっぽいけど、何それ。地面に埋まってたね、今。なんか、大した威力じゃないんやね。やったー、モリブリンの集落制覇。初めてじゃない？モリブリンだけの集落初めて見たね。
にしてもガーディアンアクスは重いんだな。トゲモリブリンバットゲットー。あの、重そうにしとったやつかな。お、ルピーあるやん。イェーイ。ボコブリンの角。あ、そっか、ボコブリンもおったね、そういえば。お、兵士の剣もゲットしましたけど、なんか。木の矢。助かるー。木の矢、助かるー。あ、肉も。やったね、焼き獣肉ゲットー。そしてちょっと。はい、中身は何？お、何これ？風切り羽の槍？リト族の兵士が使う槍。空を羽ばたきながら使うことができるように、軽くて丈夫な、ん？軽くて丈夫な材料を使って作られている。じゃあちょっと、兵士の剣がいらないんじゃないかなー。ぽい。そして、あ、こっちの方が威力ないんか。ということは、あれやんね。松明がいらんよね。はっ。そして兵士の剣をいただく。この辺のあの爆発できなかったんだっけ？でいい。いや、できます、できます。え、なに？中身ないの？あ、あった。リンゴ、木の矢。兵士の盾は取れないね。これも木の矢じゃない？お、この辺なんかいろいろあるじゃないの。はっ、でいい。中身は基本的に食料と木の矢。お、電気の矢もあった。ラッキー。これもリンゴかな？そして、あ、木の矢。おー、すげえ、両方とも爆破できたわ。うん、基本的にはリンゴだね。木の矢もなんかいっぱいゲットできたし。ついてるわー。あ、リンゴリンゴ。あの辺にさっきモリブリンが投げてた樽が。あれ、樽の中身はないんすか？この下にも何もいないな。こんなもんか。おいし、それじゃあ向こう側に上がっていこうかな。え、向こう側で会っとったっけ？私こっから降りてきたのに。うん、こっから降りてきたね。オッケーオッケー。なんか光よる。松明か。松明か。で、ちょっと向こう側に渡ってって。ん？あれ何？これガーディアンとかじゃないよね。大丈夫よね。警戒。ほら、あっこになんか、旗か。なんか旗立ってるよ。もうやめてってば。なんか久々にこういう普通の剣を使ったような気がする。あれ、そっちの頭よいしょ、潰します。あー、もうほら騒ぎを聞きつけてキリスたちがやってきたじゃないか。あそこが、あそこがあれかな。ガーディアンのところ？あ、多いね。あー、ガーディアンのとこっすね、やっぱり。狙われてるから、私。超狙われてるから。じゃあちょっとそろそろ、ゲルドのところに戻ろうか。グコチセの祠。うわぁ、超狙われたまんま、怖っ。超狙われたまんま。結局あの辺あれやね。塔がありましたーっていうだけやったね。これで、どこに向かえって言ってたんだっけな。とりあえず、何？どれ？どこ？ミニチャレンジになるんかな、あれ。ミニチャレンジ。モルドラジークじゃなくって、なんだ、どこだ？あれ、ない？モルドラジーグ。
あれ違うんだよ。これ違う、雷の真珠バナボリスか。そうそう、カルサー谷にある。これに行かなければいけないのよね。で、何こっちの方向か。よし、ということで、ちょっとその辺でちょっと砂ざらし合い。くっそ、逃げられた。せっかく超ゴロゴロしよったのに。あ、これなんか気づいて逃げそうな雰囲気が漂っていらっしゃるんじゃないの。大丈夫。あは、やっぱさ、多少一気に近づいた方がいいと思うんだよね。これ超背後だから絶対気づかないでしょう。なんでだよ。あー、逃げてくよ、みんなが逃げてくよ。辛いわー。これめっちゃ油断しとるやん。よし、捕まえた。めっちゃ無理やり捕まえた。とりあえずこっちに行くんやけど、なんこの辺、え、敵おるやん。ダッシュダッシュ。これダッシュで逃げ切るしかないよね。だって砂ざらしに乗っとったら何の攻撃もできんやん。はい、ごめんよー、通りますよー。はい、通りますよー。へいへい、砂ざらしを追い抜いていく勢いで。はい、何、どの辺って。この辺り。狼。てい、狼、私の食料になりないぞ。私の食料になりなよ。ねってばねってば。ていてい。くそ、うまいこと避けやがるじゃねえか。砂ざらしはここに追ってくれるんかな。あ、待って。なんか食っとこう。ゴーゴー串焼ききなこ。え、この上？上ですか？よいしょ。ちょっと行くよ。移動力アップ。確かになんか速くなったね。だいぶ速くなったね。すげえ。で、なんかすげえ寒そう。すげえ寒そう。大丈夫、リンク。あれ、もしかして、私、この間目的地の近くまで行った？行ったんすか？ちょ、待ってよ。一旦さ、それ、あれじゃない？真珠バナ、ゲルドの塔の上にちょっと一旦ワープしよっか。早くワープすればよかったの。へい、とりあえず上にやってきた。とりあえず上にやってきたけど、ここからこっちの方向っぽいね。ん？あそこ？あそこって何も見えんけど、とりあえずなんかあっちの方向にじゃあ飛んでいってみましょうか。だね。とりあえず飛ぼう。あの辺なんか爆破できるんじゃない？違うんかな。違うかもしれん。違うかもしれんけど、とりあえずここで落ちたら最悪よね。頑張りゲージを持ってくれ。あ、でも頑張り回復のやつ持っとったかな。別に、まあ持っとったかもしれんけど、とりあえず頑張ってくれ。あ、全然いける、全然いける。余裕、超余裕。岩なんか怪しいよね。
こんな遠くの方言いよったんやっけ。なんあれ、馬？狼。狼だった。この上に上がっていった方がいいかな。ちょっとずつ上がっていった方がいいよね、一気に行くより。多分その方が確実なんだろう。あっ、ここの間私が上がってきたところかな。よし、この辺の岩を破壊。あ、これで、あ、違う、火打ち石かと思った、琥珀だったわ。これでミニチャレンジクリアやんって思ったのに全然違ってた。ふう、結構来たな、上の方まで。あれ、どうか。さあ、次はこの上に上がりますよ。またなんか寒い感じか。いけるいける。あ、雪山この上ぽいねぽいね。ほら、超寒い雰囲気が漂っている。ふう、寒そう。こんなところにおるん？こんなところにシーカー族じゃねえわ、イーガ団はいらっしゃるの？はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。